バニラビーンズは、日本の女性アイドルユニット。通称、バニービ。北欧の風に乗ってをキャッチフレーズに、2007年に、デビュー。二人組アイドルの系譜を継ぐ存在として活躍し、2018年までの11年間活動した。活動初期。左レナ、右リサ身長、166センチメートル、血液型、A 型、星座、乙女座。 誕生日、9月13日自己紹介。趣味は、アイドル研究。愛読書は、アイドル雑誌。今、一押しのアイドルは、滋賀県柴岐町出身。過去に、モーニング娘。の、追加オーディションの受験経験があり、第3回追加オーディションでは早々と落選したものの、ラッキー7オーディションでは、最終選考まで残った。なお、一時期このオーディションを受けたのは、 双子の妹だったという設定になっていた。また、AKB48 にも応募し、書類審査で落ちている、モーニング娘。のオーディションは、辻本春香という名前で受験していた。アイドル好きとして、音楽コミュニティサイトかわいいガールジャパンのアイドル好きが止まらない。に、浦エリカ、愛川小杖と共に参加。2010年から、一押しのアイドルとして、 東京女子流の荒井瞳の名を挙げることが多くなり、2011年5月の東京女子流のツアーのレポートもしている。2013年4月より1年間目覚ましテレビの今時ガールを務める。解散後もタレント活動を続行し、2019年5月7日から2021年春までフルッチプロジェクトに所属。 2021年6月15日、一般男性との結婚を報告。身長、173センチメートル、血液型、B 型、星座、水亀座、誕生日、1989年2月8日、自己紹介、趣味は、海外旅行と、お買い物、好きな街は、パリとカンヌと、東京都出身。リアルセレブ。モデルに憧れていたが、 知り合いの知り合いであった、所属事務所、フラワーレーベルのトレン、直木社長に、モデルの仕事もあると、半分騙されて、バニラビーンズに加入させられた。ピアノを17年間習っていた。大学卒業後からランニングをするようになる。バニビ解散後も、芸能活動を継続する傍ら、実家の日本料理店経営を兼業している。2020年10月20日。 一般男性との結婚を報告。初期のスターティングメンバー。2008年春までの約8ヶ月半在籍。マイアイを参照。所属事務所社長が広告代理店会社社長でもあるため、独自の宣伝活動が話題になることが多い。バニラビーンズバニラビーンズ2バニラビーンズ3バニラビーンズ4バニラビーンズ V。デフデフバナベストバナベスト。 ツーメンバーその他、ありがとうございます。